フランツクサーバー・ボルフガング・モーツァルトは、オーストリアの作曲家、ピアニスト、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトのバッシュデ男。唯一成人したアニカールは、音楽家の道を歩まなかったことと、母、コンスタンツへの意向もあり、ボルフガング・アマデウス・モーツァルト2世として活動した。しかし、生まれた4ヶ月後に、父親が他界したため、父から直接、卓越した。 音楽教育などを受けた事実はない。アントニオ・サリエリとヨハン・ネッポムク・フンメルに指示。2曲のピアノ競奏曲の他にピアノ・ソナタやポロネーズ、ロンド、変奏曲などの作品がある。1820年代に刊行されたディアベリの主題による50の変奏曲にはフランツ・リストなどと共に名を連ねている。作品は洗練され、繊細であるが、 ウェイバーやシューベルトと同世代にもかかわらず作風はウィーン古典派の息を出ない。1820年頃からは作曲をほとんどやめて演奏活動に専念した。1844年にカールスバートで胃がんのため亡くなり同地に埋葬された。53歳没。生涯独身で兄と同じく子供を設けなかったため、ボルフガングアマデウスモーツァルトの血筋は途絶え。 母、コンスタンツェの血筋もこの兄弟の代で途絶えた。フランツクサーバーの名は、父、ボルフガング・アマデウスの協力者であったフランツクサーバー、ジュースマイヤーの名をもらい受けている。ここから、彼は、本当は、ジュースマイヤーとコンスタンツェの不義の子だったのではないかと、後に憶測されることとなった。また、1820年に出版された、メイユールの歌激。 ジョゼフのロマンスによる5つの変奏曲作品23は1994年までリストの少年時代の作だと誤認されていた。ありがとうございます。